イナー埼玉シティ。ハロー愉快な埼玉シティ、ダイヤモンド愉快です。今回はね、この岩槻からスタートしますよ。8代目埼玉小町の稲小町こと北村里奈と申します。よろしくお願いします。稲垣博美です。今回のテーマ発表させていただきます。はい、埼玉市で活躍する女性を応援と題しましてお送りします。あ、いいね。はい、ゆかいさん、岩槻と言ったら、はい、言ったらやっぱり人形師だよね。そうですよね。この岩槻市には人形師でもあって、埼玉市の観光大使としても活躍されている方がいらっしゃるんです。あ、そうなんだ。はい、今日はお約束してますので早速行ってみましょう。早速愉快行こう。レッツゴー。愉快痛快。岩槻には伝統的な人形作りの技が息づいており、岩槻で作られる江戸決め込み人形岩槻人形は経済産業省から伝統的工芸品の指定を受けた埼玉を代表する工芸品だ。町には多くの人形店が立ち並び、およそ70軒が加盟する岩槻人形協同組合は100周年を迎えた。岩槻では組合が中心となり、人形にちなんだ数々の伝統行事が行われている。一行が向かったのは老舗人形店人形の当玉。こんにちは。どうも。斉藤さんでいらっしゃいます。斉藤ゆかりと申します。出迎えてくれたのは人形師の斉藤ゆかりさん。斉藤さんは埼玉観光大使を務めており、江戸決め込み人形の企画制作に日々励んでいる。いいね。やっぱり人形って言ったらね、ひな人形だもんね。一緒に皆さんでワイワイと楽しく過ごしていただく3月3日を、こういったお人形たちがたくさん迎えております。早速斉藤さんに人形売り場を案内してもらった。とっても可愛らしいお人形がたくさんありますね。本当ですね。どれもこれもいいね。こちらの前にあります衣装着人形というお人形ですね。十二一重を着た人をこうモチーフにしたお人形になっております。見たことないね、白いの。そうですね。そうですよね。やはりお部屋の雰囲気に合わせる若いママの感性が結構重視されて、そこまで、はい、だって昔はさ、そんな読んだんでみんな赤いだよね。そうですね。最近はすごくこう飾り方も現代的なものがありまして。本当だね。人形作りも時代のニーズに合わせ、若い人たちが好む色を使用したり、狭いスペースにも飾ることができる工夫が凝らされるなど、新しいひな人形が職人たちによって日々生み出されている。次に案内してもらったのは江戸決め込み人形のコーナー。あー、また雰囲気が違って可愛らしいですね。お相撲さんみたいだね。こちらの決め込みのお人形はお顔が下膨れぽっちゃりさんですね。お、食べ過ぎちゃったってこと。斉藤さんもご自身でシリーズものがあるんですよね。はい、そうですね。本当だ、いいね。こちらの揃い物はこう晴れの日を祝す縁側のこう家族の風景を写し取って作ってみました。子供たちのこう成長を見守ってくれる、そういった、例えば勘定さんは自分の娘たち、お庭でお花を摘んできましたよ、母さん花飾り作ってください、あと宴会をしている三人次長なんですけれども、 お酒飲みすぎて顔が赤くなっちゃったみたいな、そんな楽しい会話を想像しながら、はい、飾っていただけるお人形をと思って今こちら作りました。いいですね。斉藤さんの親戚じゃないね、まさに。ちょっと思い当たる人が。ゆかいたちは決め込み人形作りの体験をさせてもらうことに。では早速お二人には、はいはい、人形作り体験をしていただきたいと思います。OK。 はいはい、今日作るのは雪っ子というお人形なんですが、こちらですね、目打ちという先の尖ったお道具、あと布地をこう余分なところを切り落とす反りばさみですね、ちょっと反ってるの分かりますかね、はい、こちらとお顔を描くときに使う面相筆を使ってお人形作りを体験していただきます。この目打ちを使って、こちら糊になります。これつけちゃう。はい、それを少しすくっていただいて、で真ん中に糊をスーッと、ここに入れるんですか。はい、糊を入れてください。こう、
はい、そうですね。今のりを入れた部分を目打ちで押さえていきます。この時力任せにやってしまいますと切れちゃうね。はい、うん、よくできてるね。綺麗に入ってますよ。分かった。そうしましたら次この頭の後ろの部分ですね、ここからここまでを入れていきます。これはですね、まずのりを入れる前に目打ちを使って溝の当たりをつけていきます。一度ここをギュ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 ッと押してってください。押すとあの印のようなこう線がうっすらとつきますので。こうね、結構難しそうですね。どこにあるのか分かんねえな。溝が分かりにくいときは自分の爪でちょっとどのあたりが溝かなっていうのをこう触って感触を、はい、溝の部分の印をつけましたら余分なところの布地を切ってしまいます。この 1,2 ミリ外側をこちらの反りバサミを使って、はい、どんどん進んでますね。そうですね、2人ともお上手ですね、はい、人形作りに奮闘すること30分。ではいよいよお顔の部分を、はい、作っていただきましょう、うん、はい、ここにあの皆さんそれぞれ思い思いの顔を描いて完成させていただきます。こういった顔を入れる時ってどういった思いで。そうですね、やはりあの自分が楽しい思いでいないと、うん、こういいお顔にならないと思いますので、楽しいことを考えながらいつもこう作業はしています、うんうん、あの斉藤さんはどういうきっかけでこういう人形師になるって思われたんですか。生まれた子供に対してお人形を飾ってお祝いしてあげたいなっていう人が一人でもいるんだったら、やはりその人のためにこのひな人形を飾るという文化を絶やしたくないなという思いからこの道に入りました。さあ一体どんな人形に仕上がったのか。できた。できました。はい面白いなお二人完成した。できました。人形。じゃん。じゃん。できましたけれども、個性的にいいものができましたね、うん、やはりゆかいさんはこのあたりの筆の運びがすごくロックな感じがして、ロックとてもいいですね。はい。ありがとう。小町さんのもすごく可愛らしくてご本人に似てらっしゃる、ね、真剣になってくるね。ね。ちょっとね。はい。全然喋れなくなっちゃう。本当です。2人とも可愛い人形が出来上がった。どうでしたゆかいさん。いやーこれだけね人形をいっぱい見てくるとね、人形に超えてくるっていうかね。人形に対してもういろんな顔が違うもんね。でしかも人形作りまでさせてもらったから。斉藤さんに人形作りへの思いを聞いてみた。もう一つのお人形を作るのにこう何百人何千人というあの職人さんの手が関わって、あの一つのお人形が出来上がっていきますので、もう協力があって作られるお人形の文化ですね。お人形を囲んで皆さんの笑顔が弾むようなお人形作りというのをこれからもしていきたいなと思います。皆さんがね伝統をこう継ぐために残すために一生懸命やってるんだなっていうのをね心から感じました。斉藤さん、貴重な体験をありがとうございます。岩槻の伝統文化を受け継ぎ守ろうと頑張っている女性に刺激を受けた愉快一行、次は桜区へと向かった。今度はこちらのレッツランドで、レッツランド、レッツランドで会っていただきたいと思います。おということは、うん、レディースチームの選手が中で待っててくれてるんです。レディース、そうですよ、今流行りのなでしこ、嬉しい、なでしこですよ。さいたま市をホームタウンとしている浦和レッドダイヤモンズレディース、過去2回日本女子サッカーリーグを制している女子サッカーの強豪チームである。どうもハローサムシン、どうも。出迎えてくれたのはこちらの3選手、後藤道選手、遠藤優選手、栗島あかり選手。そんなに強そうな感じはしない。いえいえ、そんなことないよ。私たち本当に強いんですよ。今日この3名と私たちスポーツの対戦ができるということで。え、はい、スポーツの対戦ってあれでしょ、サッカーでしょ。はい、勝てるわけないじゃん。ゆかいさんもサッカーやられてたことがあるってお聞きしたんで。なんで知ってんの。40年前だって。40年前。さあこの後どんな戦いが待っているのか。ということで皆さんにはジグザグドリブルリレーを行っていただきたいと思います。拍手。
集、ね、ルールは簡単。コーンの間をジグザグにドリブルをして、どちらのチームが先にゴールできるかを競う。今回は特別にハンデをもらった。用意はいいですか？はい、OK、いきます。用意。お、来た来た来た、少しハンデつけたら勝てそうな気がしてきたな。お、さらにハンデをもらうゆかいチーム。よーい、頑張れゆかさん、頑張れ。あかりさん、よし、なんとか一矢報いることができたゆかいチーム。ゆかいさん盛り上がりました ね。 ねえ、どうでした、まあ、かなりハンデもらっちゃった皆さんのにぜひ質問がしたいという方からですね、おはがきが届いてますので、埼玉市育ちロックミュージさん、うん、ダイヤモンドゆかいさんからの質問です。俺じゃないかそれそうなんです。アスリート目線で見た埼玉市のいいところ教えてください。本当スポーツには本当主にするスポーツと見るスポーツと支えるスポーツっていうのがあると思うんですけど、まあ、その3つの環境がとても充実してる街だなっていうふうには感じます。3拍子揃ってるってことだね、はい、これからのだから夢っていうんですか、皆さんいろいろあると思うけど、どこに向かって目指してるのかなっていうか、まあ、素敵な女性になりたいなと思います。東京オリンピックがあると思うんですけど、うん、一番近い夢はそれにスタメンで出ることですね。ああ、そうか、東京オリンピック。この埼玉市で高烈レディースがこう活躍することで、まあ、本当にこれからも長くこう女子サッカーがこう愛されて、まあ、楽しむ要素になりながらこうずっと続いていけばなっていうのは、まあ、一つ思いますね、はい。レッズレディースの皆さん、本当にありがとうございます。輝く女性たちと、ね、会ってキラキラした女性、自分らしく生きる女性、我々もね応援していきたいと思います。埼玉にはねこんな素敵な、ね、女性たちがたくさんキラキラ輝いてるんだと。じゃあそろそろやってみますか。あ、いつもキラキラした女性の歌をね、うん、レッズランドの皆さんも一緒に。Just like spring wind 激しさの中の微笑み Strength in まっすぐに駆け出してゆく止められないその輝き僕はただ見つめているだけ ひび割れた光の渦に 疲れ果てた夜を包み込む 君の無邪気な瞳に引き寄せられわけもわからずに君の名前を呼ぶのさ艶やかな光でもなくまっすぐに夢を見続ける君は誰より眩しい止められないその輝きを僕はただ見つめているだけ触れてみたい
駅に僕はただ戸惑うばかり。